クグガヤツリサイピリスコンデスエルは、小型のカヤツリグ草属の植物。道端などに生え、草丈の割には大きなコボが特徴。小型から中型の一年草。草丈は普通は15から30センチメートルだが、特に乾いたところや刈り込みのある場合には、数センチメートルにしかならないこともある。全体に明るい黄緑色で、艶があってももう、地下茎はなく、 数本の茎が束になって生じる。根質用は少数で、細く茎より短い。基部の鞘は赤みを帯びる。果樹は茎の先端に一つつく。その基部には養生のとが数枚ある。長さはバラバラで一番長いものは果樹を超える。果樹は小母が3から10個ほど密に集まったものを単位として家計の先端に。 これが一つ生じるか、さらに枝を生じてその先にもつく。コボは、長さ1から2.5センチメートル、幅2.5から3ミルメートル。これは全体に一回り大きいかやつり草のそれに、比べて倍近くの大きさにあたり、総本体に比べてコボが大きい。輪ペンには太くて、長いの木があるので、コボ全体の円が大きく、虚子を持っているように見える。輪ペンは、 緑色で濃い色の出る部分はないが、内部の果実が成熟すると、高褐色になり、これがリンペンの側面から透けて見えるため、こぼの中心付近が黄色っぽく染まって見える。リンペンは、長さ3から3.5ミ、mm、リメートル、果実は、長さ1から1.2ミ、mm、リメートル、東卵型で、断面は三角、中等は三個。果実がリンペンの半分の長さしかないのも特徴である。 名前の由来は、クグに似たヤツリり草のことで、クグとはある、種のヤツリり草の古名のこととされる。背の低い日向の草地に生える。湿地ではなく、むしろ乾燥したところに見られ、道端や二十などでもよく見かける。日本では、関東以西の本州、四国、九州から、琉球列島に分布する。全世界の熱帯域に分布する。ビーンチによればに分布する。 雑草ではあるが、大きくならないし、根も、深くない。日本のカヤツリグサ族の中では、小柄であることと、その割に大きいコボから判別はたやすい。ビーンチ、国上 P194 英語、日本語。ありがとうございます。